どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もその経験や知識から得られたものを皆さんにお話ししていきたいと考えております。本日は極真有名選手列伝といたしまして、極真空手と現在隆盛を誇っている雷神や雷図、その大元となった K1 の礎を築いた空手家別人アンディ・フーについてお話ししていきたいと考えております。アンディ・フーといえば、もはやその代名詞とも言えるのがかかと落としです。たっぷりと猛暑をつけて内側から大上段に抱え上げて叩き落とす、その様は皆様の印象によく残っているかと思われます。しかし極真空手家としては、実は彼のその進化はそこではないと言えます。アンディ・フーのその進化は右のローキックにあるのです。そこでアンディ・フーにとってかかと落としはどういう立ち位置だったのか。それまでかかと落としというものは実戦では使われることがありませんでした。あくまでテコンドーなどでポイントのために使われる見せ技という立ち位置だったように思われます。それを初めてアンディ・フーが実戦に投入しました。対戦相手はかつてない角度から飛んでくる、その形の軌道を見切ることが難しかったので、自然と重心が浮いてしまいました。そうやって足の力が抜け、注意が引きつけられたところに右のローキックを叩き込み、深刻なダメージを与える。アンディ・フグはそういったスタイルなんです。アンディ・フグは K1 で活躍する前は極真空手家でした。有名なのは第4回世界大会、そのスタイルを用いて5回戦では日本チャンピオンを加えている宇和島康弘、そして準々決勝では南米の星と呼ばれたアデミルダコスタを一本で下し、準決勝でも無冠の帝王と言われた増田明に深刻なダメージを与えて準優勝にまで上り詰めました。しかし正直なところ、これに関しては多少研究しておかなければならないところがあると考えています。第4回世界大会当時、その南米の星と呼ばれたブラジルのアデミルダコスタが圧倒的な優勝候補と言われています。ちなみにアデミルダコスタは後に K1 で活躍するフランシスコ・フィリオの師匠に当たります。ブラジリアンキック、もしくは縦蹴りなどと言われるその変則回し蹴りを初めて実戦の場に投入した名選手です。そのアデミルを潰し日本を勝たせるために、後の世界チャンピオンである山木健二、ヨーロッパチャンピオンのミッシェル・メイドルを当てた後にアンディ・フグを見つけています。その当時ヨーロッパ大会では鬼神とまで呼ばれるミッシェル・メイドルが圧倒的な強さを誇っており、それに続いていたのが後に K1 に行ったイギリスのプロフォーマイケル・トンプソン。アンディ・フグは実は3位の選手だったのです。しかしアンディ・フグの強さが花開いたのは K1 に行ってからとも言えます。アンディ・フグはその4年後に行われた第5回世界大会で4回戦にてアデミールの弟子に当たるフランシスコ・フィリオに一本負けを喫します。それは主審のやめがかかってからの上段回し蹴りでしたので、当時ヨーロッパ勢のコーチからも猛抗議が行われましたが、最高審判長である大山抹殺総裁のやめがかかったとおりで、その不意を使われる者は勝者ではないという判断により一本負けになっています。その後にアンディ・フグは極真会館を退館し、プロ空手を立ち上げようとしていた青銅会館へと移籍します。そしてアンディ・フグの名を有名にした一戦として、空手ルールでワンマッチで村上隆二と対戦し、かかと落としで葬った試合があります。しかしその後やはり素手で顔面へのパンチはなしという極真のルールと、グローブをつけての顔面ありの K1 ルールとの違いに苦しみ、なかなか結果を出せずにいました。そこで彼は見事なまでのビルドアップを果たし、見違えるほど正解になります。そしてそれまでそれほど強くなかったパンチを磨き、ストレートによる KO の山を築くようになります。私が知る限り、これほど的確にビルドの違いに適応したファイターもいないように思われます。間違いなくその後の極真空手家など、新
他ジャンルのファイターが突き出てくるための見本になったと考えています。しかしそれも上位との対戦になるとなかなか通用しませんでした。彼は当時の K-1 ヘビー級戦線を追って骨格が小さかったようです。グランプリでは2年連続1回戦、おそらくは彼も相当悩んだ失敗だと思います。そして最終的に K-1 で磨いた右ストレートと極真で培ったかかと落としからの右のローキックにつなげる戦い方を連動させ、前年のグランプリおよびリベンジマッチで敗れている O1 と戦い、マイク・ベルナルドと1996年の決勝で対マミーパンチで牽制しつつも右ローキックで足を完全に効かせ、最後は後に自らフグ・トルネードと名付けた下段後ろ回し蹴りで完璧に仕留めるに至りました。基本的に一発技、突きが大きい技、見せ技と思われていた回転技を下段に用いて、それも決勝という最高の形でリベンジを決めたのは後に破られることのない快挙と言えるでしょう。そして彼はかかと落としをさらに進化させました。 K-1 参戦当初は浦上龍二に決めたような形で刺激必殺を狙っていましたが、後年は遠間から一気に飛び込む際などに対応しています。遠間から使える技は限られていますし、基本的に突きが多い技が多かったので、台上段から飛び込まれたらなかなか合わせるのが難しく、これは非常に有効に決まっています。技術としていくにもの誤差がその勢いを殺しきれず、そしてさばききれず倒されているものも、そして何よりも我々の印象に残っているのはその象徴としての使い方でした。アンディ・フーは勝利後、他の者や他の選手が自らの胸を叩いてドラミングをしたり、コーナーポストに上がって雄たけびをかけたり、ガッツポーズしてリング内を走り回る中、リングの中央まで行き、高々と足を掲げてのかかと落としを四方に向かって行っています。どんなにリングでグローブをつけて戦おう、その魂は武道家であり、そのあり方は極真空手でした。彼は K-1 に行ってからも魂で戦っています。その後彼を追うようにやってきたフランシスコ・フィリオンに一撃失神 KO 負けなどをしたりしましたが、同年の大会および翌年の大会でも決勝まで進むという衰えのない実力を見せつけ、基本的にはピーター・アーツ、アーネスト・フォーストといった後年まで残る激戦の猛者以外には敗れず、さらには自国開催の大会においては2敗という金字塔も打ち立てています。きっと彼は自分のためよりも誰かのために戦うということにおいて、他の人間には理解しえないような使命感と責任感、そして誇りを持って戦っていたのではないかと考えています。そういった努力と覚悟、そして実績によって彼が空手とグローブ競技、そして現代の格闘ブームの橋渡しになったことは間違いありません。 K-1 ファイターであり、武道家であり、極真空手家であったかかと落としのアンディ・フグのことを我々は忘れることないでしょう。2000年の1月24日に急性前骨髄球性白血病によって永眠されました。彼の魂がどうかこれからは安らかにいられるように心の底から祈らせていただきます。